っと、あら、また緊急要請かしら。はい、ロイドです。あ、ビンゴだな。いや、会ってて何よりだぜ。どちら様？は、僕の声を聞いてわかんねえのかよ。ヨナだよ、ヨナ。天才、ヨナ・セイクリッド。なんだ君か。どうして君がこの番号を知ってるんだ？調べたに決まってんじゃん。いや、警察のセキュリティってちょっとざるすぎるんじゃん。まあ、トップシークレットなんかはデータベースにはないみたいだけどさ。お前な、誰からなんだ。ああ、あのハッカーの坊主だよ。え、まったくあの子は。それで何の用なんだ。ハッキングの腕を自慢したいんじゃないだろう。それなんだけどさ、ちょっと僕からの依頼を受けてくんないかなって思ってさ。何？まあ正確にはティオの助けが借りたいだけなんだけど、一応あんたたちにも話を通しておこうと思ってさ。あのな、こっちは忙しいんだ。プライベートな話だったらさすがに断らせてもらうぞ。まあプライベートっちゃプライベートな用事だけど、報酬はたんまり弾むぜ。俺たちは遊撃士じゃない。直接そうした報酬を受け取るつもりはないんだが。ふん、お高く止まっちゃって。ただまあ報酬といっても直接ミラってわけじゃないさ。欲しがってる情報をパックしたメモリークォーツ、それだったらどうよ。いい反応じゃん。ま、とにかく僕んとこに来てくれよ。詳しい話はその時にするからさ。わかった。何だったの？ああ、ふざけたガキだぜ。しかも確実にこっちの足元を見てやがるな。でもとりあえず行ってみた方が良さそうですね。私の助けが欲しいみたいですし、逆にこちらが彼の足元を見ることもできるかもしれません。いや、別にそんな駆け引きはしなくてもいいんだけど。というか、どうして彼はティオに直接連絡しないんだ？おそらく悔しいんだと思います。おととい落ちゲーの対戦で徹底的に負かしたばかりですから。そうなのか。その落ちゲーっていうのはよくわからないけど、あの小僧が清介には頭が上がらないのは確かみてえだな。基本的に甘ったれですから。とにかく他に用事がなければヨナのところに行ってみましょう。私としても彼の依頼内容は気になりますし。そうだな、行ってみるか。よく来たじゃん、じゃないだろ。私の助けが欲しいそうですが、一体どのような要件ですか？いや、実はさ、ハッキングの手伝いをあんたにしてほしいんだよね。帰ります。ちょっと待った！どうしていきなり帰ろうとするんだよ。そりゃ当たり前だろ。た
ったくふざけたガキだな。いきなり犯罪を手伝えというのは少し乱暴すぎると思うんだけど。だから別に今のところは犯罪じゃないんだってば。それに企業とか IBC とかに仕掛けるわけじゃねえっての。ちょっと厄介な相手の尻尾をつかむってだけの話さ。厄介な相手？あ、食いついたな。あのさ、とりあえず話だけでも聞いてくんねえかな。あんたも絶対に興味がある話だと思うし。わかりました。ただし、つまらない話だった場合、少し痛い目に遭ってもらいます。ポムットで20連鎖くらい食らってもらうとか。本当にやられたら屈辱的すぎるんで、マジで勘弁してください。キティ？可愛らしい名前だけど、本当にそんなハッカーがいるのか？嘘言っても仕方ねえだろ。初めてそいつと遭遇したのは半年くらい前のことだったな。いくつかの会社にハッキングしてたら突然何者かにトレースされたんだ。そん時は慌てて侵入経路を切断してなんとか逃げたんだけど、そん時にこっちを小バカにするようにキティってハンドルネームをこっちに送りつけてきたんだ。それ以来たまにこっちの仕事にちょっかいかけてくるんだよ。聞いた話だとハッカーというのはとても珍しい存在らしいけれど、本当にあなた以外にもそんな人がクロスベルにいるの？ああ、絶対間違いないね。そりゃ最初は僕だって何かの間違いかと思ったぜ。僕に匹敵する天才ハッカーがこの街にもう一人いるなんてさ。匹敵するというより、どう考えてもそのキティの方が腕は上だと思いますけど。ま、あなたの本来の専門はシステム言語の開発ですし、ハッキングで負けたからといってあまり気落ちしなくていいかと。余計な慰めはいいんだよ。とにかく僕としてはそいつに一矢報いてやりたいんだ。なんとかアドレスを割り出してアクセスポイントを掴んでやる。その手伝いを頼みたいんだよ。ふむ。今日キティがネットに現れるという保証はあるんですか？こっちもそれなりに分析と対策をしてきてるんでね。どうやらキティはいつもネットに張り付いているわけじゃないみたいだが、奴が興味を持ちそうなネタをネットにばらまいておいたんだ。今までの傾向から言ってキティが現れる可能性は 90%。 これを逃す手はねえだろ。なるほど。となるとどちらか片方がおとり役になってキティをおびき寄せる。その間もう片方が別のアクセスポイントからキティの侵入経路を割り出す。それを何度か繰り返してキティを追い込んでいく。そういった段取りでしょうか？さすがだな。あんただったらあのモードを使えばキティの処理に追いつけるはずだ。僕だっていろいろ準備はしてるから、スピードじゃ負けるつもりはないしな。2対1なら絶対に尻尾をつかめるはずだぜ。2つ問題が。え？まずハッキングの支援をするのに適当な端末が必要ということです。支援課の端末はハッキングのリスクを考えるとあまり使いたくありませんし。だったらちょうどいい場所がある。ジオフロント A 区画の仮想に第三制御端末ってのがあるんだ。こことはコアルーターが別だから挟み撃ちにはうってつけのはずさ。なるほど、都合が良さそうですね。話がまるでわからねえ。さすがに専門的すぎるわね。ただもう一つは、この忙しい時にそれなりの時間を取られてしまうということです。それはちょっと問題ね。
昨日もレースかなんかで午後の時間を使っちまったしな。おいおい、そりゃないぜ。遅延要請だっけ？それって別に必ずやんなきゃいけないもんじゃないんだろ？見返りに情報も渡すんだから付き合ってくれてもいいじゃん。でもな。ですからこの件は私一人で引き受けます。ロイドさんたちはこのまま支援業務を続けてください。ディオ、でも役割分担するだけの話です。どのみちハッキングになれば私一人がいれば十分ですし、皆さんだって私一人が抜けても通常の支援業務に支障はないでしょ。だがそのもう一つの端末ってのは駅前のジオフロントの奥にあるんだろう。さすがにちょいと危なくねえか。まあなんとかなるのではないかと。もうあそこの魔獣であれば私一人でも対処できそうですし。ティオちゃん、ならこうしよう。俺がティオに付き添うから、エリーとランディは警察本部の手伝いに回ってくれないか。え？おお、いいんじゃねえか。さすがにティオスケ一人を行かせるってのもあれだしな。そうね、私もそれは反対。本部も忙しいでしょうから雑用はいくらでもあるでしょうし。でもいいじゃん別に、遠慮することじゃねえだろ。あんたってそういうのを気にするようなタイプだったっけ？キッ。うわぁ、何怒ってんだよ。うん、わかりました。その代わり今日片付けたい用事は今のうちに片付けてしまいましょう。多分一度始めてしまったら夕方くらいまで時間を取られそうです。ああ、そうみたいだな。よし、だったら細かい打ち合わせをしちまおうぜ。じゃあ、私とランディは警察本部の方に向かうわね。ロイド、ティオスケのことは頼んだぜ。ああ、任せてくれ。ランディは仕事をサボったりするなよ。ギグ。そんなメスもない。まあ私が一応監視してるから。ティオちゃん頑張ってね。はい、エリーさんも。そんじゃ向こうに到着したらエニグマでこっちに連絡してくれよ。ミッション開始すっからさ。わかりました。よくわからないけどあまりやりすぎないでくれよ。動力ネットを利用している人に迷惑をかけるのはダメだぞ。へっ、言われるまでもねえよ。僕もティオも多分キティも一般ユーザーに気づかれるような素人臭い真似をするもんか。ネットという領域の水面下で2対1の鬼ごっこをする、そんな感じになるはずなので心配はいらないかと。ま、それならいいんだけど。そんじゃよろしく頼んだぜ。さーて、腹ごしらえにピザでも頼んでおこうかな。やれやれ。それじゃあここを出てクロスベル駅の方に向かおう。ジオフロント A 区画の奥にある場所だったか。はい、第三制御端末ですね。細かい位置については到着した時に説明します。了解、それじゃあ行こうか。さてと、 A 区画の仮想というと右にあるエレベーターを降りるんだったか。はい、降りた先の奥に
ロックされたエレベーターがあったのを覚えていますか？認証コードを打ち込めば起動するので、そこから仮想エリアに行けるはずです。なるほど。って、認証コードなんかどうやって手に入れたんだ？以前 IBC の端末でヨナの居場所を突き止めた時に偶然手に入れました。多分そのまま使えると思います。大丈夫なのか？勝手に使ったりして。ジオフロントそのものはクロスベル市の施設ですから、法的には問題ないかと。単に問い合わせの手順を短縮しただけのことです。そういうもんか。まあいいか。とにかく降りてみよう。はい。
これが A 区画の仮想に降りるエレベーターですね。認証コードを打ち込みます。起動しました。よし、それじゃあ降りるか。その端末っていうのは仮想のどこにあるんだ？おそらく仮想の最奥にあるかと。それなりに歩くとは思うので気をつけた方が良さそうですね。ああ、そんな場所に一人で行こうとしてたのか。上の階層と比べると照明とかが古いタイプみたいだな。もしかして建造された時期が違うのか。ええ、この辺りは初期の頃に建造されたエリアみたいですね。ジオフロント自体20年前から続いている都市計画の産物ですが、割と場当たり的な仕様変更で複雑な構造になったみたいですね。工事の発注に関しては議員の利権が絡んでいるという話をエリーさんから聞いたことがあります。はあ、なるほどね。それにしてもかなり広そうな場所じゃないか。こんなところに一人で来ようなんて思ったのか。それは、その、すみません。いいよ、とにかく怪我しないように。それだけは心がけてくれ。俺の方も全力で守るからさ。はい。あの、ロイドさん。でしたら、コンビネーションを使ったクラフトを試してみませんか？エリーさんやランディさんみたいに、うまくはできないかもしれませんが。なあ、いいかもしれないな。よし、せっかく二人きりだし、この際しっかり練習しておくか。はい。始めましょう。了解、チャンスだ。はい、分析を開始します。任せろ。行きましょう。敵集団撃破しました。ターン。みんな立て直すぞ。お返しです。行くぞ。さてと、分析を開始します。任せてくれ。はいはい。よし、私よし、行くぞ。まだまだ行ける。
明可能。始めましょう。リオ、行くぞ。伊藤、行きます。分析を開始します。しました。任せてくれ。行きます。そこです。ではこれで一安心です。みんな立て直すぞ。了解。俺の番だな。私の番です。分析を開始します。俺の番だな。よし、もう大丈夫だ。そこです。任せてくれ。はい、変化。そこだ。よし。はい、変化。よし。まだまだいける。私の番です。俺の番。よし、もう大丈夫だ。しました。そこです。オッケーです。そこです。敵集団撃破しました。そこに任せてくれ。さあ、俺の番。よし、もう大丈夫だ。へい。よし、行きな。行くぞ。行きな。へい。行くぞ。まだまだいける。
よし行くぞ。よしと私はデータ収集終了しました。ター任せてくれ。さあター、これで一安心です。そこです、そこです。行くぞ。さあ行くぞ。わたが、よしよし、もう大丈夫だ。なんだこりゃ。ジオフロント内の換気をする巨大な換気扇ですね。本来は災害時や緊急時以外は停止しているらしいですけど、過去の事例を発見。どうやら誤作動で動いている可能性が高そうです。他にも何機かありそうですね。そうか、そういうことなら片っ端から止めた方が良さそうだな。はい、そこの装置で停止できます。そこに。よし、一気に行くぞ。オッケーです。チャンスだ。よし、畳みかけるぞ。そこです、私そこです。俺の番だ。新手か、望むところだ。俺の番だ。よし、上出来だ。へい、チャンス。よし、さあ、さあ、これで一安心です。そこです、へい、そこです。任せてくれ。わたが、よし、さあ、へい、さあ、これで一安心です。そこです。へい。任せてくれ。そこです。俺の番。はい、へい。よし、と。そこだ。敵集団、撃破しました。へい。へい。チャンス。と。はい、へい。任せてくれ。さあ。
れで一安心です。
そこです、チェイロス、そこです、私そこです、俺の番だ、私だ、データ収集終了しました。終了しました。
ここはどうやら終点のようですね。多分この近くに第三制御端末のある部屋が。ティオ、これは。くそ、仮想の主ってところか。ティオ、なんとか行けそうか。あ、はい、問題ありません。敵集団との戦闘を開始。俺の番だな。えはっ、私の番です。俺の番だな。みんな。よし。さあ、行きます。分析を開始しました。なんとか撃退できたか。ティオ、大丈夫か。ずいぶん苦戦しちゃったけど。いえ、問題ないです。ロイドさんの方は大丈夫ですか？ランディ曰く、防御のテクニックだけはちょっとしたもんらしいからさ。しかし、ランディとエリーがいたらもっと効率的に戦えたんだろうな。日頃からどれだけあの二人に助けられていたか身に染みたよ。なんか変なこと言ったか？いえ、こちらのことですから。第三制御端末は右にある扉の中だと思います。早速起動させてからヨナに通信で連絡しましょう。ああ、そうするか。この端末が第三制御端末ですね。こことヨナが勝手に利用している第八制御端末の2箇所からハッキングを仕掛ける段取りです。なるほど。それじゃヨナに連絡するか。はい、お願いします。エリーさんたちからも連絡があるかもしれませんから、私のエニグマを使ってください。ああ、わかった。ヨナ、こちらロイドだ。あんたか、もう着いたのかよ。ああ、
ちょうど今ティオが端末を起動している。オッケーオッケー、そんじゃこっちも始めるぜ。そうだあんた、エニグマの通信モードのスピーカーをオンにしなよ。スピーカーをオン。エニグマの裏側にある赤いスイッチを押してください。そうすると通話相手の声が他の人にも聞こえますから。こうか。聞こえるようになっただろ。なるほど。消費 EP が多めなのであまり推奨はされていませんが、なんとか持つでしょう。ヨナ、こちらの準備は完了です。後の段取りは？ああ、こっちはとっくにおとりになるべく動き回ってる。キティが現れたら連絡するから対応してくれ。了解しました。それまで待機します。よろしく頼んだぜ。これで準備は終わりなのか？ええ、あとはひたすら待機です。ハッキングを始めた後も私一人で十分ですし、私が一人で行くといった理由が分かりましたか？なるほど。でも実際ここに来るまでに結構大変だったわけだし、結果オーライでよかったじゃないか。困ったな、話題がないぞ。そういえばミッシーだっけか？ずいぶん気に入ったんだな、そんなストラップまでつけて。ええ、そうかもしれませんね。私はあまり物には執着しない性質ですけど、不思議とこれだけはずっと持ち続けていますね。これここに来てから買ったものじゃないのか？確かクロスベルのご当地キャラクターだろ。これはもらったものです。5年くらい前にガイさんから。え？ガイ・バニングス、ロイドさんのお兄さんですよね。え、ああ、いや、もちろんそうだけど、ティオって兄貴と面識あったのか？はい。知らなかった。なんだよ、だったらもっと早く言ってくれればいいのに。でもティオは確かレマン自治州から来たんだろ？どうして兄貴と？しばらく旅に出るってそんないきなり、一体どこに行くつもりなのさ？レミゲリア公国だ。なーに、しばらくといっても2ヶ月くらいで済むだろう。実はな、とびっきり可愛い女の子をエスコートしながらの旅なんだ。ティオ、前にこの病院に？ええ、6年ほど前のことです。黙っているつもりではなかったんですけど。あれはティオのことだったのか？多分そうです。私が9歳の時、レミフェリアにある実家までガイさんに送ってもらった時ですね。レミフェリア、ティオの出身はそこなのか？はい、と言ってもあまり思い入れがある故郷ではありませんが、もうほとんど捨ててしまった場所ですし。え、そのティオのご両親は？元気だと思いますよ。3年前に家を出てからほとんど連絡を取ってませんけど。ある事情で私は5歳くらいの時から行方不明の身の上でした。ガイさんに保護され、衰弱していた私はウルスラ病院に半年ほど入院していました。そしてなんとか回復した後、
実家まで送ってもらったんです。そうだったのか。でもどうしてまた家を出たんだ？ロイドさん、私が普通の人間と少し違うのはわかりますよね。違うなんて。事実ですから。外界の事象に関して私は普通の人間の数倍の感応力を持っています。普通の人には聞き取れないかすかな音、普通の人には見えない動力波の流れ、普通の人には感じられない属性の気配、そして人の感情や心の揺らぎまで。あ、日曜学校に通っていても私は一人ぼっちでした。周りの子たちとは違ったものを見て、違ったものを感じて、そして見えない悪意や好奇心もはっきりと感じ取れてしまう。両親は私を愛してくれましたが、やはり限界があったんでしょう。次第にうちの空気が張り詰めて、私は気づいてしまいました。ああ、帰ってこなければよかったってそして気づいたら私は列車に乗っていました。共和国を経由してクロスベルに向かう列車に。そうか、ティオは兄貴に会いに来たんだな。そうかもしれません。そのマスコットをプレゼントしてくれた時にガイさんが言ったんです。安心しろ、きっとお前は幸せになれる。もしそうならなかったらいつでも俺を呼んでくれ。お前を不幸にする原因を一緒にぶっ飛ばしてやるからよいかにも兄貴が言いそうな言葉だけど、でもちょうどその頃に兄貴は途方に暮れていた。私はエプスタイン財団の人と知り合って、その感応力を見込まれて当時発足したばかりのオーバルスタッフの開発チームにスカウトされました。そしてレマン自治州に渡り、財団の研究所で3年間過ごして、そして3ヶ月前再びクロスベルに戻ってきました。ティオ、あ、ごめんな、突然いなくなっちまうようなバカ兄貴で女の子との約束を守らないなんて、ほんと兄貴らしくもない。ロイドさん。あ、ヨナみたいですね。キティが現れた。今ちょうどこっちが用意した餌を発見したところだ。追い込んでいくからサポートを始めてくれ。わかりました。俺は高みの見物か。ティオ、無茶だけはするなよ。はい、心配ご無用です。アクセス、エーオンシステム起動。ネットワーク上のリソースの第二境界領域に潜伏開始。キティが来るのを待ちます。はいはい、マーム。おいおい、マジですか。キティのやつもうプロテクトを解除しやがった。うわあ、せっかく用意した美味しい餌が一瞬で。信じられねえ、どうやって仕掛けてるんだよ。落ち着いてよな。おそらく圧倒的な処理能力で力任せに進んでいるだけでしょう。焦らず2歩先を読んでこちらへと誘導してください。くそ、無茶言いやがる。第4ターミナル、第17ターミナル、視聴者のメインターミナルを通過。第25ターミナルに追い込んだ。そっちの領域に行ったぞ。確認しました。
速い。速すぎる。エーオンシステム解放。複数同時並列処理に入ります。行きます。こちらも確認。お、いい流れじゃん。このまま行けばそっちだけでキティを捕まえられるんじゃね。いいえ、あなたやキティと違って私は純粋なハッカーではありません。エーオンがダウンしたらさすがに追いつけないでしょう。クソ、だったらどうすんだよ。ダウン覚悟で限界まで処理を高めてキティの退路を塞ぎます。おそらくキティはもう一度そちらの領域にシフトするはずです。タイミングを見計らってコンマ1秒以内で捕まえてください。ああ、もう分かった。やればいいんだろ。それではエーオンシステムリミットブレイク。今です。そこだ。よっしゃ、捕まえたぜ。やったのか。ええ、そうみたいですね。お、大丈夫か。はい。ちょっと処理を上げすぎたせいで目を回してしまいました。まったく、無茶するなって言ったのに。あのさティオ、兄貴がした約束、俺に引き継がせてくれないか。もし幸せになれなかったらいつでも呼んでくれ。お前を不幸にする原因を一緒にぶっ飛ばしてやる。悔しいけど兄貴はすごかった。パワーにしても行動力にしてもまだまだ足元にも及んじゃいない。でも俺頑張るから。その約束を守れるくらいはでかい男になってみせるからさ。だから。不思議ですね。え、ロイドさんとガイさんってあんまり似ていないのに、それでもどこか似たようなものを感じます。魂のありようというか、見ている方向が同じというか。俺と兄貴が？はい。でもやっぱり違います。ロイドさんはロイドさんであってガイさんと同じじゃありません。それはロイドさんが一番わかっているんじゃないですか。それはですから、どうせ約束してくれるのなら別の内容がいいです。え、今すぐじゃなくていいです。ロイドさんの言葉で私にしてくれる約束、思いついたらで結構ですから。ディオ、それに私も子供じゃありません。一方的に守られるのも何かをしてもらうのも嫌です。私だって同じ支援課のメンバーでしょ。そうだな。確かにその通りだ。どうしたんですか？いや、その、ちゃんと笑ってる顔、初めて見たかもって思ってさ。別に笑っていません。これはその、気が抜けてしまっただけで。照れるなって。でももったいないな。ティオ、元がすごく可愛いんだから普通に笑えばモテモテだろうに。すごく可愛いって。ええー
あった。ヨナ、いつから聞いていたんですか？いや、笑ってる顔は初めてとかのあたりだけど。なんか珍しいもん聞かせてもらっちまったな。まさかあんたがそんな風に慌てるなんてね。それ以上無駄口を叩いたらパムットで40連鎖します。それは使用的に無理だから。ってあんたなら本当にやりかねないけど。それでヨナ、キティの正体はちゃんとつかめたのか？僕を誰だと思ってるんだっつーの。無事アドレスはつかんだから、そっちにも情報を送るぜ。妙な添付ファイルがついてるみたいですけど。添付ファイル？って、なんだこりゃ。アドレスを割り出したログにどうしてこんなものが。開いてみましょうか。え、これは。居場所を突き止められた仕返しにハッキングを受けたみたいですね。いいえ、最初から手のひらの上だったのかも。そうなるとダミー情報をつかまされた可能性もありますね。キュー。おい、大丈夫か？あの状況でアドレスを偽装する余裕はさすがになかったはずだ。アドレスを解析すればなんとかアクセスポイントも。いや、でもアクセスポイント。おーい、まあ放っておいて一旦ヨナのところに戻りましょう。報酬のメモリークォーツも受け取る必要がありますし。な、そんな話もあったか。なんかいろいろありすぎてすっかり忘れていたな。この近くに出口付近に出る非常エレベーターがあるはずです。それを起動させて帰りましょう。ああ、そうするか。なんだかんだ言って結構長く潜っていたんだな。そうですね。ティオ、どうしたんだ？なんでもないです。早くヨナのところに戻ってメモリークォーツを受け取りましょう。それにキティの正体も気になりますし。そうだな、何かつかめてるといいんだが。ローゼンベルク工房。ちょっと待て。ローゼンベルク工房って人形を作っている工房だろ？北の参道の途中にあった。そうだよ、その通りですよ。でもキティのアドレスを解析したらそこがアクセスポイントって出たんだ。何の冗談だよこれは。確かに不可解ですね。どういうことなんだ？あの工房にキティがいたら何かおかしいことでもあるのか？その現在自治州内に敷かれている動力ネットワーク網は市内とウルスラ病院くらいなんです。
あとは湖の対岸にある保養地ミシュラムくらいでしょうか。あ、無線の動力波は不安定だから普通の動力通信にしか使われない。大量の情報のやり取りをする動力ネットは基本的に有線なんだ。ウルスラ病院とミシュラムだって固定に動力ケーブルが通ってるし。でもどう考えても山道外れの工房に動力ケーブルが敷かれてるわけがない。あーもうどういうトリックなんだよ。まさかな。まあ謎は残されましたが収穫はあったみたいで何よりです。それでは報酬をいただきましょうか。わかったっつーの。あんたらの助けがなかったらここまでたどり着けなかったしな。これが俺たちが興味を示す情報か。ぶっちゃけて言うとルバーチェ絡みの情報。関連情報もまとめといたからあんたらには重宝すんじゃねえの。それは。なるほど、確かに一番知りたい情報ですね。言っとくけど知ってるやつなら全部知ってるような情報ばかりだぜ。例えば警察の上層部なんかはとっくに掴んでるネタばかりだろ。いや助かるよ。そういう情報が回ってこなくてちょっと困ってたところだったからさ。あっそ、よかったじゃん。あーもう今日はもう寝る。また明日さっきの手がかりをもとにキティの正体を追ってやるからな。まあほどほどにな。せっかくの記念祭なんだから引きこもってばかりいないでデートでもしてきたらどうだ。うるせえ、余計なお世話だっつーの。この弟系装飾男子を装った食いまくりのリア充野郎が。意味不明だけど不当に中傷してるみたいだな。そういえばロイドさん、記念祭の初日にセシルさんとデートしてましたね。へ、その後もノエルさんたち姉妹と両手に花で楽しく過ごしたとか。なるほど、経験者の言葉には重みがありますね。そのティオさん、何がおっしゃりたいんでしょう。いえ特に何も。メモリークォーツをコネクト。これで一通りの項目にアクセスすることができます。結構揃っているな。今まで不明なところも多かったルバーチェの情報、まとまった形で確認できるのは初めてかもしれないわね。そんじゃまあ一通り目を通していくか。ああ、なるほど、よくまとまってる情報だな。今まで聞いていた話が的確にまとめられている感じね。しかし改めて見るとやっぱりとんでもないですね。ああ、非合法なビジネスで相当儲けまくってる感じだな。
こうしてみるとやっぱり大きな組織だよな。それに軍隊経験者もかなり多そうな感じだし。ああ、前に下っ端と戦った時かなり手強かったのも納得だぜ。でもあの時の軍用犬そのまま運用しているみたいですね。私たちが捕まえたのも無駄になったというわけですか。そうだな。ちょっと虚しくなるわね。こりゃなんつうか印象的なおっさんだな。ユーモラスな外見ですけど、やってることはえげつないです。それに思っていた以上に柔軟で頭も切れるみたいね。帝国寄りなのに共和国方面にもコネクションを持ってるなんて。相当厄介そうな相手だな。あの若頭の人、両兵団の出身だったのね。西風の旅団、どこかで聞いたことがあるような。大陸西部において最強と謳われた両兵団の一つだ。その部隊長をやってたってことは相当な戦闘力なのは間違いねえな。キリングベアって名前も何度か耳にしたことがあるぜ。そうか、確かにすごい迫力だったけど。でもやっぱりランディ、そういうのは詳しいんだな。昔噂で聞いたくらいだけどな。これがハルトマン議長。なんつうか政治家ってより帝国の大貴族って感じだな。しかしあの鉄血宰相と会見したってのはマジなのか。ええ、非公式ではあるけれど、去年の春頃オズボーン宰相がクロスベルを訪れたらしいの。おじい様には会わずにハルトマン議長とだけ会談してすぐに帰国したらしいけど、一時期各国の政界ではその話で持ちきりだったみたい。そんなことがあったのか。鉄血宰相、相当有名な人みたいだけど。何のために訪れたのかちょっと気になりますね。なるほど、今まで漠然としてたところがかなり見えるようになったな。
冷酷かつ抜け目ないトップと歴戦の両兵だった若頭の存在、そしてハルトマン議長との関係ね。しかもその議長ってのはあの鉄血宰相とも何かしらの関係があるんだろう。確かにクロスベルの警察が全く手を出せないのも納得だぜ。そうだな。待ってください、渡されたメモリークォーツの中に隠されたデータがありました。隠されたデータって隠したってんならあのガキが隠したんだろう。ええ、どうやら私が気づくか試そうとしたらしいですね。後でお仕置きをしないと。それはともかく、その隠されたデータも見れるか。ええ、お茶の子サイサイです。な、これはシュバルツオークション。エステルちゃんたちが言ってた例のイベントってやつか。はは、あのガキ洒落た真似をすんじゃねえか。どうやら本当に存在するイベントのようですね。それもルバーチェ絡みですか。ああ、怪しいとは思ってたけど、よし、とにかく見てみるか。これは信じられない。そんなものが毎年開かれていたなんて。でもちょっとおかしいです。秘密にしている割にはかなり大規模な催しですけど。いや、警察とマスコミには厳重に規制がかかってんだろう。でもなけりゃこんなもんが表沙汰にならねえわけがねえ。その通りだ。お疲れ様です。やれやれ、まさか自力でそこまでたどり着いちまうとはな。まあいい、ここじゃあなんだ、そっちの部屋で一通り話してやろう。それじゃあのファイルにあった情報は全て事実ってわけですか。ああそうだ。誰が調べたもんかは知らんが、なかなか的確にまとめてやがるな。でも警察の上層部では全て掴んでいるんですよね。ああ、全員とは言わねえがな、警部クラス以上はもちろん一課の連中は全員知ってるはずだ。遊撃士協会だって受付やアリオスあたりだったらとっくに承知しているだろう。これも壁ってわけですか。ああ、とびきりでかい壁だ。基本的に俺はお前たちの行動に制限をつけるつもりはないが、シュバルツオークションにだけは手を出すのはやめろ。お前たちには荷が重すぎる。でも。おいおい課長、言葉を間違えてんじゃねえよ。俺たちに荷が重いってより警察そのものが動けねえんだろう。それだけの有力者を招待して、しかも実質的な主催者の一人があのハルトマン議長、そんなの動けるわけがないわ。民間人に危険が迫らない限り遊撃士協会も動けませんし、
誰も手が出せないということですか。だからといって悔しい思いをしてんのはお前たちだけじゃねえ。特に一家の連中は毎年歯ぎしりするような思いだろうさ。非人道的な催しだったらそれこそギルドに動かれる前に意地でも突っ込むところだが、どうやら出品物が黒い以外は豪華なパーティーってだけらしいからな。実際下手に手を出しまったら支援課ごと潰される可能性は高い。だから今回ばかりは俺もお前らを止めざるを得ない。ま、そういうことだ。やれやれです。納得しろとは言わん。だが現実を直視し、自分たちに何がどこまでできるか見極めるってのも時には必要だ。そしてその悔しさを忘れない限り、いつかきっとチャンスは来るだろう。お前たちが諦めなければな。わかりました。この件に関しては手を出すのはやめておきます。ロイド、ロイドさん。やれやれだな。